それのこの真ん中のここですね、今、どれだけの費用がかかるのかって話まで来たんですね。画面1秒がで、見えません。え？あ、見えない。ちょっと待って。これかな。あ、ソミアも見れなかったんじゃないの？画面。あ、なんで聞いてました、ずっと。ひでえな。見えた？はい。見えた？皆さん見見ええまた？す。それで、この今見えてるちょうど真ん中に、ルイズ・ヘンリケ・マンデッタっていう名前があるでしょ？ The Health Minister ね。で、そこまで今説明したんで、is not a ideologue, ideologue, こ ideologue. れ、いつの記事ですか？え？いつの記事ですか？これ？はい。これは昨日じゃない？あ、違う違う、3月26日。26。3月26日。木曜日ですね、先週の。はい。それで、健康大臣ね、マンデッタ。is not ideologue。ideologue っていうのは、これ空想家じゃない。で、unlike many of his cabinet colleagues。要するに、ブラジルのね、閣僚は大体そんな空想家ばっかだよということの意味ですね。City and state governments are imposing isolation measures。これ、シティと、ステートは州ですね。都市と州。政府はですね、アイソレーションの隔離手段をしている。で、どこかというと、サンパウロ and リオデジャネイロ have full lockdowns。完全な封鎖ですね。And turning football stadiums into hospital。サッカー場をですね、病院にしていると。University and private labs are developing COVID-19 tests。大学とかね、研究所はですね、テスト試薬をですね、開発していると。Companies are donating material for their production。そのテスト試薬製造のためにですね、資材をドネートしている。そして、ブラジル biggest brewery is making hand sanitizer。消毒薬ね。ハンドサニタイザーを作っている。ビール酒造が作ってるわけですね。あ、ビール酒造、そうです、そうです。ブルーベリーですね。それでね、この前で、ボルサリーノがまだ全然そんな対応してないんで、こういうふうな大臣たちが、ボルサリーノに反対して、こういうようなこと、企業とかそういう方がこういうことをしてるよっていうことなんですね。で、ブラジルはその特色ですね。それでね、But workers against the disease、病気に対してその抵抗してるんですね。抵抗してる。ワーカー、仕事作業者たちは、must block out signals from a president who continue to disparage the effort。ディスパレージっていうのを批判する、けなす。彼らの努力をけなし続けている、ボルサリーノプレジデントからのシグナルを遮断する。遮断しなければ、大統領無視しろと言ってるんですね。で、どういうことかっていうと、On March 25th、これ面白いです。25日、先週ですよ。On March 25th, he told Mr. Mandetta、 これ健康大臣ね、マンデッタ、to stop calling for large scale social distancing。 大規模のね、人と人との間隔を空けろという求め、マンデレッタ、ね、求めをやめるっていうこと、やめるように彼はマンデレッタに言ったわけですね。In a televised speech on March 24th、 3月24日のテレビで彼はね、He urged the local government to abandon scorched earth strategy。 これ scorched earth っていうのは熟語で、焦土作戦ですね。of closing schools and shops and blasted the media for spreading the sensation of fear。 だから彼は3月24日テレビでですね、地方政府が焦土作戦戦略を放棄しろ。どういう焦土作戦戦略かというと、学校の休校とか店を閉店するとか。そして彼はですね、強く批判したのは、
メディアがですね、恐怖を煽る、センセーションフィア、恐怖を煽るようなことをやめろと、メディアを批判したんですね。トランプも同じことを言ったんですけど、トランプはね、もっと早くね、手を引いたんですよね。ボルソナロはもう実際にパンデミックが起こってるのに、こんなことを言ってるんですね。ちょっとね、だからブラジルはとんでもないことになるということも分かってるんですけど、それの直前の記事ですね。The Economist went to place Brazil had 59 COVID-19 deaths。59人も死んでるんですよね。And 2,554 confirmed cases 感染者ですね。But testing has mostly been limited to patients in hospital。だからそのテス、検査してるのは病院にいる患者だけに限定されている。まあ日本もそれに近いですけどね。The true number is probably much higher。本当はもっと数が多いだろう。piecemeal responses。piecemeal、断続的な対応、responses by governments and the private sector、民間部門、will not fend off disaster。fend off とは、かわすと、ディザスターをかわす、逃れる。だそういうふうな、こう、断続的なね、対応だったらダメでしょうと言ってるんですね。で、warm climates like Brazil's may slow transmission of the virus, says a new study from the Massachusetts Institute of Technology。で、ブラジルは天候がいいんでね、スロートランスミッション。トランスミッションっていうのは、感染を遅くするって言うんですね。するかもしれない、メイン。ちょっと分かんないんですけどね。Otherwise, there are no mitigating factor。 他にね、それじゃあ、その、ミチゲーティングですから、転移する、病気が転移する要素ってないよね。says パウロ・チャプチャプ of the Syrio レバネスホスタルインサンパウロ。他にだから感染する要素なんかないよね。プライベートホスピタル like his、彼のところのね、ストレイン、張り詰めている、疲れている、ストレイン、because current patients tend to be rich folk who caught the disease abroad。 外国でその病気をね、移された金持ち、現在の患者はね、金持ちの傾向がある。or their intimates、 彼らの親戚、身内ですよね。And it migrate to the masses。 マスって一般大衆。migrate、 一般大衆に移ったら、it could quickly overwhelm the public health system。 公のヘルスシステムをオーバーベルム。オーバーベルムって完全にぶち壊すって言うんですね。クイックリオーバーベルム、ぶち壊してしまうだろう。which serves four fifths of the population。 で、人口の5分の4にそのパブリックヘルスシステム。ブラジルはここではね、健康保険のこう書いてないやつ、5分の4が加盟してるみたいですね。パブリックヘルスシステムね。8割加盟してるんですか？パブリックってことは、日本みたいなそういう仕組みがあるってことですか？だからアメリカみたいな形で、やっぱり全員が加盟してなくて、80%加盟してるんですよね。ここしかその記述がないんで、ちょっと僕分かりませんけど、多分8割ですよね。2割は加入してないんですね。だからその公的健康管理システムが崩壊するということを言ってるんですね。で、ブラジル、ユニバーサルヘルスケアシステム、サービス、more people than any other total free system in the world。ここで言ってるのはですね、in any other totally free system in the world っていう、例えば、一番人口多いのはアメリカ3億ですよね。ブラジル2億1000万ですけど、ここで言ってるのはですね、どこよりも多くの人々に、ユニバーサルヘルスケアシステムを提供してるって言ってる。意味はちょっとわからないんですけど、このユニバーサルっていうのは共通のヘルスケアシステム。アメリカもそうなんですよね。アメリカは加盟してないのは3000万人ぐらいですから、90%ぐらい加盟してるわけですよね。だからここで言うと、ちょっと言葉の文章はこれ間違いだと思います。エリアだごめんなと、さい。うん？
アメリカってそんなヘルスケアシステムありますか？今ね、オバマの時に強制加入システムになってて、3000万人ぐらいが任意で入ってない人もいるんですよ。あとは入ってるんですね、今の、オバマケアで。オバマケアは、あれ安くないんですよね。ですけど、で、入ってる。でも、2600万人が入ってない。若者が入ってない。だ3億人のうち2600万人以外は入ってる。だからここで言ってる文章ちょっとおかしいんで、アメリカ以外ですよね。But the country spends just 3.8% of GDP on it。ここが問題でね、この国は GDP の3.8%が健康管理使ってない。イタリー spends 6.7% of GDP。German 9.4%なんですね。日本はちょっとわかりませんけど。だからその先進国の半分以下って、半分ですかね。半分以下で半分。ブラジルズパブリックシステム has just seven acute care hospital beds。アキュートケアっていうのは救急治療。病院のベッド。コロナウイルスの場合、ベッドって言ったときはですね、救急治療のベッドのことを言うんです。言うみたいですね。per 100,000 people。だからこう、10万人に対して7つしかないと。Nearly all of which are occupied by non-COVID patients。 実際にはこれはコロナウイルスの患者じゃない人のためにほとんど使われている。ところが、demand for acute care beds in some cities abroad has approached 25 per 100,000 during the pandemic。 実際にはですね、他の国の場合はですね、こういうパンデミックの、この今回のパンデミックの需要のためだけに10万人当たり25のベッド用意してるってことですね。で、そういうことも明らかになってるようにですね、ボルソナーラもそんなこといい、そんなの気にしなくていいよと言ってる、まあ、健康大臣心配してるわけですけど、こうなるともうイタリアどころじゃなくて、もうアキュートケアベッドを必要とする人はみんな死ぬってことですよね。ミスター・マンデッタってこれ、ヘルスミニストリーですね。ヘルスミニストリー。ミニスター warns that system could collapse in April。 4月に崩壊する。4月に崩壊しちゃうと思うんですよ、実際にね、ブラジルが。だから崩壊しちゃうんですね。もう間に合わない。The Institute for Health Policy Studies in Rio calculates that the government would need to spend 1 billion reals for every 1% of a population infected in order to treat all severe cases。 だから人口の1パ、ほぼ1%あたり、1%あたり10億リアル必要だという健康大臣言ってるんですね。The government has approved around 10 billion reals of extra spending, a rise of a tenth but probably too little。 ここで言ってるのはね、A rise of tenth, a tenth。 10分の1の人口まで増える意味だと思うんですよ。で、それで彼らはですね、100億レアルのあたりを金額、承認した。さっき言った10億レアルが人口1%、10億レアル。ここで10%の人口に対して100億レアルというのは数が合ってるんですよね。ですけど、but probably too little、それでも少なすぎると言ってるんですね。で、この僕計算が、a rise of tenth、 a tenth というのは、僕は解釈間違ってるのかもしれないけど、10分の1の人口でしょうね。で、これ人口の1%あたり10億リアルでしょ。で、10分の1の人口ってことは、10%でしょ。10%だったら100億リアルだったら、これ前言ってる数と採算ありますけど、それでも but probably too、 多分それでも少ないだろうって、だから but って言ってるのかもしれませんね。The forecast is catastrophic, says Miguel Lago, the Institute Director。 まあ、カタストロフィック、破滅的だと言ってるんですね。それで、Until the government reaches its goal of testing 30,000 to 50,000 people a day、 1日3万から5000人のテストをするというんですね。Which takes months。 May takes months というんですよ。要するに、しかるべき対象者に普及するには数ヶ月かかるという、ね。それがね、そのゴールが達成するまで、until。ロックダウン are the only way to slow transmission。
だから封鎖しかね、もうほぼない、要するに感染をね、防ぐには。This is specially heard in、これはね、ファベラス。ファベラスってスラム街のことですね、これブラジル語です。ハードインファベラス。スラム街では特にこれはね、感染を伝播するのは防止するのは難しいと言ってるんですね。This informal settlement。セトルメントとこれは集落の意味です。Informal settlement。A home to 30 million of Brazil's 211 million people。2億1100万のうち1300万人がそこに住んでる。A home to。住んでるんですね。Including a fifth of those in Rio。Rio の5分の1ですね。They are densely packed、まあ、密集してて。And many lack running water。水がない。For now、今のところ、For now、グラスルーツグループ、ボランティアの人たちね、Not the government、政府じゃないよ、And running public health campaign。だから彼らがそういうふうなこうパンデミックのね、キャンペーンをしてる。Organizers in the Mare、場所ね、in Rio、suggest、Quarantine patient、患者を隔離して、 with mild symptom、 軽症の患者ですね。 in empty school、 隔離、どこに隔離してるかというと、誰もいない学校ですね。学校休みだ。それからパライソポリス in サンパウロ、パライソポリスですね。人か団体かわかんない。プランというムーブ、あ、これあれですよ。パライソポリスってあれです。慈善団体ね。プランツームーブオールザリジデントトゥレンテッドマンションズインアリーフィー。リーフィーって草の多いエンティディスディスリクトに言えば近くの草の多いところにね、老人を借りた家に避難させていると。アクティビスト、ドライビングアラウンド、ファベラス、活動家、慈善事業の活動家ね。ドライビングアラウンドファベラス with ラウドスピーカー、拡声器で telling resident to stay home、 家にいなさいっていう拡声器で言ってると。 in some ドラッグトラフィック、いくにんかのドラッグトラフィックって麻薬密売人ですね。 have shut open air drug market、 ドラッグマーケットを閉めてきた。 canceled ベイレスファンク、ベイレスファンクっていうのはですね、ブラジルのですね、ファンク、ダンスのジャンルの一種ですね。ベイレスファンクをキャンセル、パーティーをキャンセルした。And impose curfews。curfews って夜行禁止、夜間外出禁止令ですね。を課したと。夜そう出るなってことを課した。Is the government is not capable of making it happen。政府がそういうことできないんだったら、organized crime will。オーガナイズクライムというのは組織化した犯罪が起こるだろうと。誰が言ったかというと、Both one gang on WhatsApp。WhatsApp ソフトで、あるギャングがそういうふうに言ったということですね。それで、In many favelas、多くのスラム街の中で、Commerce continue、商売は続いてるよと。Because People have to work。 人々は働かなければならない。食えないからね。Just a fifth of residents。 そこに住んでる、さらに住んでる5分の1ね。Have formal jobs。 まあ、フォーマル、ちゃんとした仕事を持ってる。Most are day laborer。 日雇い労務者。Vendors、行商人。Or domestic employees。 家事使用人。これ、domestic employee ってよくわかんないんだけど、ここでハウスホールドエンプロイって置き換えたけど、まあ、家の中の使用人っていうんですよね。だからどういうことかって、お金持ちで働いているメイドさんみたいな人のことを言うんだと思うんですよ。ハウスホールドエンプロイってね。They can afford to stay home only if the government pays them。もしね、政府が金払うんだったら彼ら家にいる。これ何言ってるかって、政府はどうせ金払わないから家にいないよねと、そういうの。Says エリアーナ・
ソウサ・シルバ・オブ・ロデス・デ・マーレ・アン・ NGO ですね。でも実際には少し払うんですよ。The government planned to give informal workers 300 reals a month for 3 months。 3ヶ月間だけ300レアル、300レアルって1ヶ月300レアル。もうさっき4000万レアルで800万、4000億ドルで800億ドルだから 20分の1だから、これ20分の1だから、60ドルですか、1ヶ月。60ドル出すと、6000円ぐらい、まあ、やってきませんよね。60ドルだね。